東南アジアにおいてフィリピンは最も急速に経済成長している国の一つです。一貫した 6-7% の年間成長率で世界で最もパフォーマンスの高い経済の一つです。このような経済成長は次のような要因によって促進され、不動産の需要を後押ししています。230万人を超える海外フィリピン人労働者の総金額は年間 3% 成長し、国内 GDP の 10% を占めています。ビジネスプロセスアウトソーシングはオフィススペースの需要を増加させ130万人の雇用機会を提供し、230億ドルを国の経済にもたらします。フィリピンの海外ゲーミングオペレーターは約80万平方メートルのオフィススペースを持ち、30万人の労働移民を保護するために居住スペースの需要を増加させています。政府は経済成長と雇用機会を加速させ、フィリピンのインフラを近代化するために1580億ドルの投資をしており、それにより国内の支出が増加しています。大胆な観光キャンペーンにより380億ドルの付加価値がある720万人の海外からの訪問者が継続的に伸び、一時的な住居の需要が増えています。フィリピンは外国人がマンションの所有権を持つことができるアジアで数少ない国の一つです。分譲マンション開発の最大 40% を外国人が所有することができ、大きな投資機会を生み出します。マニラ首都圏がアジアで最も高く評価されている一方、最も手頃な価格の物件を提供しており、最高の賃貸利回りと最低の空室率となっていることがこの理由となっています。成長しており、実際には国内の他の確立された CBD を凌駕している新しい中央ビジネス区域はベイシティです。東南アジアで最もダイナミックな都市開発の本拠地であり、実権を握っているのはフィリピン最大の複合企業である SM グループオブカンパニーズです。この地域の発展は驚異的な資本増加をもたらし、ベイシティを有益な投資先にしました。高度に発達した都市を有するベイシティは観光客やビジネス旅行者の両方にとって人気であり、ベイシティ内のモールオブアジア統合ライフスタイル地区には世界的にも有名なランドマークが設立されています。毎日50万人から100万人が訪れるモールオブアジア、2万人の収容力を持つ大規模なモアアリーナ、2万1000平方メートルある1万2000人の訪問者のための賃貸可能スペースである SMX コンベンションセンター、多国籍企業の従業員1万4000人が居住する環境に優しくリード認定の e-com タワーズなどがその例です。空港やその他主要ビジネス地区の近くに位置するベイシティは10万人以上の従業員を抱える国内外の企業にとって便利な拠点として機能しています。ベイシティの土地の価値は次の理由により急速に高く評価されます。マニラ首都圏の他の中央ビジネス地区よりも大きな土地開発の機会、オフィススペースおよび住宅不動産に対する継続的な強い需要、そして指数関数的な需要の増加を可能にする利用しやすくよく実装された不動産開発、ベイシティのマンション在庫は次の理由による不動産需要の高まりに対処するために2021年までに2万9000台に達すると予想されています。継続的な労働力の増加、そして宿泊施設を求めている観光客の増加、フィリピンの力強く着実に成長している経済で、ベイシティのモールオブアジアの統合されたライフスタイル地区はダイナミックな成長への道として位置づけ、不動産投資のための理想的な場所にします。